21万円以内で全身コーデ。正常営業方法です。はい、ということで今回ですね、ノエノミッションで1万円以内でグレイルで全身コーデ、トップス、ボトムス、靴3点ゲットしたんですけども、驚きの合計金額は最後に発表するんですが、1点1点紹介していきます。これやりたいって言ったきっかけは、ザラですごいね素敵な靴を発見しまして、その靴だけで1万円くらいするんですよ。でその後にグレイル見てたら、あれこれザラのあれじゃないと思って、ノエノに企画を持ちかけたんですけども、見事通ってプラスアルファでちょっと全身コーデしちゃいなよということで、トップスとボトムスもねゲットできました。シーンではですね、頻繁に爆買いしてるんですけども、グレイルはですね、過去1回このまま編集で紹介したんですけども、それ以来今回はこちらノエノ編集でございます。では1点目いきましょう。私のお目当ての靴はちょっと最後にして、まずはトップスからいきます。じゃーん、こちらフリーサイズなんですけども、1899円、みたいな。これもザラで今もうちょっと例えてるんですけども、ザラで例えても5000円ぐらいするかなぐらいでございますね。ということで開けていきます。あんまりチェック柄のシャツっていうの持ってなかったんで、今回は新しい感じ、毎回グレイル買ったら新しい自分に出会うために買いましたって言ってるんですけども、今回も新しい自分に出会うために買いました。こちらバーン、首がピエロっぽくなってて、リボンがついてて、チェック柄でございます。で今紹介してたんですけども、姉帰ってきました。ウケる雪山から帰ってきたやつ、そう寒気するもん、こっち側まで。あ、すいません、そういう感じじゃない。ルル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 、ということで1着目でございます。こんな感じ、どう？可愛いと思います。生地はこんな感じ、透けてるように見えない。確かに可愛かったので買いました。私は首が締まってる服はちょっと似合わない派の人間だと思ってるので、首がこうやって開いてるような感じの洋服にしました。いくらだと思う？3000円と思いますよね。お値段1899円、安いっしょ。こちら1点目なんですけども、今回全身コーデって言ったんですけど、じゃあの欲しい服を買ってしまいまして、全身合わせ、これは誰のお金で買われたんですか？すいませんけど、パピーポコパンツ、なんかパピーポコパンツのクレジットカード登録されてるらしいですけれども、ということで上がチェックじゃないですか、うん、でも下ちゃんとしたかったの。あくまでもノエノは全身コーデで依頼してるんですよ。別の服が出てくると企画が倒れてくんですけど、大丈夫です。前回グレイルで購入したのを使用していこうと思うので、あとちょっとやっぱ個性がないってよく言われてるんでしょ、お姉さんに。なんでやっぱガラガラで似合う女いるのかなみたいな似合うやついるみたいな、いねえよなみたいな。見てこれ真っ黒、うん、ってことでじゃーん。やっぱ似合うと思うんだよね。絶対違うじゃん、みんな同じ柄のやつ買ってるの。似合うと思う？聞いたことないよ。ということでこちらスタージュ、しかもベルトついてるの、可愛くね。こちらは XS で、前回ね S サイズで購入したの。 S サイズだと結構お腹がこう垂れてきちゃって、XS の方がいいなと思ったので、今回一番ちっちゃいサイズにしました。アピールですか？そういうアピールですか？お姉ちゃんにそういうアピールしませんで。飲んじゃうのこれ、経理見てください。私グレイルのスカートの多分地超好きで、こんなに短いスカートか、ロングスカートかと思った。違う違う、私ねグレイルのスカートの形が超好きで、前回のスカートのも好きなんだけど、こういう感じで、あれかな、こうなった感じで、後ろはねこういう感じ、超可愛い。ちゃんとベルトがかけられるところがあるのね。そう、でもさ、ちゃんとさ、ここがゴムだからさ、 XS でも大丈夫な感じ。うん、驚きのお値段いくらだと思いますか？まあスカートだからね、しかも生地もちょっと触ってみて、ちゃんと。じゃあちょっと攻めていい？攻めるよ。1200円、このトップスよりも安いと。うん、だって生地少ないじゃん。このほら見て、こう見てほらちゃんと分厚いじゃんこれ。分厚いけど、分厚いからとか生地の面積の問題なんで、こちら面積が多いよね。 YouTuber っぽいね回答は返ってくると思って、もう5000円とか言うかと思ったんですけども、ほらちょっとここできないんでまあ実際トップスよりも安いんですけども、100円安くて1799円でございます。まあそうなるよね。あなた値段聞いちゃダメなのよ。あ、そのスカートさ、やばくない？もついてる。絶対披露しちゃダメだ。ダメダメダメ。そのままといて。あとで披露？うん。そういうふうに紹介するときは、これ、マルキューにあったら、こん
6000円じゃないですか。でもグレイルだとっていう対抗をしたら、さっきこれあのザラで言いました。ザラだとこれ絶対もう5000円ぐらいすると思うんですけども、ただこんな生地薄くねって言われた。デザインの話、動画上ではね、ザラ信者だから私、動画上ではねこの生地よく見えてるから丸いって遠回しに言ってて草。どうものグレイル、どこの国のメーカーか知らないんですけど、届いたのは大阪から届きました。うーん、え、近いじゃん。なんかもっと遠くのブランドだと思って。大阪ブランドなん、グレイルって。多分違うっしょ。でみちちゃんとかがたまによくやってる。ということで最後、今回の目覚め、これはちょっとすみませんけど開けちゃいます。こちらちゃんとね箱で届いたの。箱本当だ、グレイル。しかもさ、比べるの絶対ダメなんだけどさ、シーンはさ、シーンの中でもブランドがたくさんあるじゃない。グレイルは本当にグレイルだけのブランドなのね。ちょっとそこら辺も把握してなくって。ああそうだ。でも一応この靴グレイルのやつなんだね。そう多分グレイルだけだと思う。ということでパッカンしちゃっていいですか。開けてください。玉手箱、おじいちゃんなりませんように。はい、ということでこれ見えてますよね。ダラーン、ダラララ。こちらお靴でございます。完全にあのザラ行かれた方は見たことあると思うんですけども、アズールじゃない、アズールもそうだしザラもそうだし、まあ、いろんなの見てたんですよ。この形の靴がずっと欲しくて流行ってるんです。今日私ルミネ行ってきたんだけど、ルミネも全部あった。私もルミネ行きたかった。最近ハマってるの知ってるよね、ルミネに。ということで、まあ、これなんかほのぼのさんが開封して、まみこがこの靴を見て、ちっちゃくね、入んなくねって言われて、そうのんちゃんが入らなかったの、モコモコの靴下履いて、やばくねと思って、のんちゃん入らないんだったら、じゃあ食器から入らないでしょと思ったら、バチバチに入りました。ちなみにこちらは23センチを購入しました。いつもだったら24買うんだけど、なんか24でかい気がして、23.5 だね。そうだね。3.5 とかないの？あるある、あった。なんでだよ。なんだけど、なんかわかんないけど23にしちゃった。はい、後ろはですね、三ツ矢サイダーみたいな、三ツ矢サイダーみたいな、基本的にあれじゃない？三菱じゃね。確かに三菱ですね、ありがとうございます。こちら、ザラだと1万円するお靴、いくらだと思いますか？YouTuber、いくらだと思いますか？まあ、ザラで1万円で、ザラも本気出してセールしたら、靴が8000円ぐらいになる。そうだよね、確かに5000円ちょっとしたんですけど、まあ、8000円ぐらいなんじゃないですか。なんで、やっぱり3万6000円プラドでしょそれ。30万か。そうだよね。グレイルなんか高い商品は高いって聞くんでね。でも高い商品は高い、本当に。じゃあ30万ということで。はい、ということで、とても YouTuber な回答が来たんですけども、お値段2399円。ゼロが何個減ったの？ちなむと、他のグレイルじゃないですか。はい、ママに、ほのちゃん、ごめん、なんかシーン見てたら、ほのちゃん欲しい靴見つけてよって言われて、それグレイルで買ったんだって値段聞いたらグレイルの方が安かったでした。あ、よかったね。はい。まあ、でもシーンもクーポン使えば安くなるんで、ということで、今回この3点で全身コーデ注文したんですけども、驚きの総額、あと1万円以内でって言ったじゃないですか。はい。あー、確かになんか全部聞いたら1万円以内か。なんなら5000円以下、それは嘘か。うん、私当てるね。6000円、7000円、あ、嘘、12000円。え、ガチ、ガチの方、ガチの方は、ガチの方はまあ7000円弱じゃない。本当に本当に YouTuber じゃなくて、YouTuber で行くと12000円。 YouTuber じゃなかったら700円。合計6097円。うーわ、マジか、6000円かよ。1000円減らしときゃよかった。過去の自分に伝えたいですね。ということで、先ほども言ったようにですね、本当はこうでいろいろ考えてまして、ほのぼの編集でね紹介したグレイルの商品を持っていきます。バン、はい、ということで持ってきました。前回はこちらバン。まずは1着目、これちょっと履いてるね。履いてるっしょ、うん、これはここが空いてて足裏が豪華。値段が気になった方はほのぼの編集の、ほのぼの編集のグレープぜひ見てください。はい。すいませんけどこれ何が合わせるか全部柄ですけどガラ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 です。あ、でもあるタイミングも一緒なのに気まずい。こちら、あんま着てるイメージないな、それ。これはちょっと丈が短かった。でもこれフリーサイズなんですよね。じゃあ私が着るわ、はい、あ、本当に着てみてください。え、しかも白、挑戦したのよ、白に。結局白が似合うところ最近気づいたらしいんですけども。そう、でも今日買ったのは黒。黒だね。あとはこれ、これは首が詰まりすぎてて、しかもチクチクするでしょ。え、これチクチクしないの？
靴しなくっていいんだけど首がちょっと詰まっちゃうからまだ切れてない商品なんですけども、マジ詰まる、今回はこれに合わせてみようかなと思って持ってきました。ブルマこういう感じ、強くない雲が来ます、いいと思う、はい、いいと思う。続いてこれですね、ほのぼの編集の方で紹介シーンが、あ、こいつは、こいつは見てくれたナイスクラップもひどい、イコールナイスクラップグレイル価格で、え、違う似たようなのをさ、買ったんだ間違えちゃった、ちょっとナイスクラップ持ってきちゃったよ。これほのぼのお気に入りのナイスクラップなんですけども、やっぱね、生地もあったかくってボタンもしっかりしてて、あそこからフォローがすごい、はい、しかもこのね、ナイスクラップのタグが超可愛いの、これね、かわいい。今見たらほのちゃんが過去に買ったやつも全部グレイルだから、多分グレイルっていうブランドなんだと思う。うん、ラストこれ、これはもう持って、これはもうこれに合わせたらもう断然普通にかわいいみたいな、芋やない、あ、でもかわいい、まあ、靴がね、それにさ、やっぱりこういうものを羽織って、そうだからやっぱナイスクラップ持ってきたんだから、うん、もうグレイルコーデじゃないじゃんそれは。ということで全身コーデプラスアルファでご紹介したんですけども、こちら着てる様子は1月入ってから服買いまくって良かった服がめちゃくちゃあるので1週間コーデをねやろうと思ってるんですよ。まあ、ちょっとルックブックみたいな感じ、私も考えてるんだけど、うちはですね喋りすぎるんで3コーデで多分皆さんお腹満杯だと思います、お腹満杯よ、お腹満杯なのでこちらのグレイルも1週間コーデでご紹介したいと思うので、グッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします。多分グレイルでさあと2、3着欲しいんですけど、私もシーンでお服が欲しいので、あなたはいつも買ってますよね。まあね、パピコのクレジットカードを登録してるんで、そう気づいたらね落ちるわ、そうあれさ、どっちにしてる、事後報告にしてる、買ったようにしてる、それとも買うねにしてる、うちはちゃんと LINE でシーン買うだけ言う検索ワードかよ言ってる、あ、そうなんだ、事後報告、うん、買った、買ったじゃないの、買ってもいいから聞いて、私はもう買ってもいいはてなんじゃない、買うもう否定させないこの間カラコン買ったら2箱は聞いてないです、いつもうち3箱買うのね、で3箱買ってその後に TikTok 見てたらなんかおすすめのカラコンで出てきちゃって、まあ、欲しいと思って、まあ、カラコン買って私いっかと思って合計で4つ買ったら結構莫大になってコマに電話でそうそう、コマよ、こんだけ買ったのじゃなくて2種類買って買いすぎじゃけんよしっかりバレてるしね、そうそうそう、ウケる迷彩でじゃあ、ね、最後のようなさコートちょっと気になってると思うので宮下さん披露してください。宮下ってまだ言うなよ、今日ね友達に「え、そのコートかわいいどこの?」って言われて「これ古着なんだけどディオールなんだよね」って言ったの「かわいい、いくらしたん高いでしょディオールなんて」って、これがねあることがあって多分それをきっかけで安くなってるのって言って、しっかりこういう見せ方したよね宮下なの電車の中だったんだけどさ大爆笑言うてこれもセールで半額になってたんで本来3万ちょっとするんだけどそれが半額で1万6000円ぐらい、うん、その動画もねアップされてますんでまだ見てない方はそちらの動画見てみてくださいということで、ほのぼのねこれからもグレールたくさん使っていきますか、もちろん。ちなむとこれを買う前に私もグレールで欲しいものみたいなハードずっとしてたら合計2万円いってました。私もですね、シーンは基本的に夜寝る前オータウェダを見ながらこうやって見てるんですね、うん、ハートを押しまくってるんでそのハートを押したやつを全部買ってみたいと思います。なんなら私グレイルは多分服の系統的に通らないところなんですけれども、うん、最近ちょっとこのブラックコーデハマってるので黒いお洋服あれば買ってみようかなと思いますので、ノイロンのグレイルの購入品紹介見たいよと思った人もグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします。今回の最後に合計金額言ってきますよ。全身コーデでザラで買ったら1万円の靴含み、多分ザラでこの3点購入したらまず3万と2万いっちゃうんですけども、ザラ信者からするとザラをちょっとそれバカにしてるように購入しても大丈夫ですか。どこがいいですか。アズールとかでもまあ2万とか全部できます、うんうん、でもまあでも普通にお店で買ったらそれぐらいする、うん、まあ、やっぱネットの価格だよね。そういくらですか。6097円。どちらだろう、シーン使ってる人の方が多いのかグレーで使ってる人の方が多いのか。多分私みたいなフレンチガーリーとかそっち系の人はグレーとかで、のんちゃんみたいな個性的とか、まあ、ちょっと地雷っぽい子みたいなのはシーンなイメージある。うん、分かる。ぜひね皆さんどちら使ってるかコメント欄に書いてください。今回のほのぼのみたいにザラ見に行ってこの靴いいなって親に言っといて、とりあえず値段言うんですよ、うん、これさちょっとさ、さよくないよ、教え1万円くらいして最後まで見ちゃってんのよくないと思う。1万円くらいしてほしいんだよねって話をしておきます、はい、で1回
どうするのって言って、ちょっと迷うで、グレイルどうするの聞かれるの待ってるのやだ、グレイルシーンでちょっと探しますと、はい、で、あって、これもだって2000円ぐらいじゃないですか。あのさ、うちはこの前欲しいって言ってた靴あるじゃん、あれがあのグレールで2000円ぐらいで売っててみたいな、私もその方法でやったんだけど本当にそうなんだよ、ガチでその見てたんだよね、そうガチで欲しくって、でガチで買おうと思ってたんだけど、喋りすぎたらちょっと容量が満杯になっちゃったんですけども、私が言いたかったのは、家族でザラに行ってハードル上げといて、グレールで買う時にフルコーデを提案するというフルコーデ提案までが今回のシナリオなんです。ということで皆さんですね、こちらの検証、あの怒られたと言っても私たちちょっと責任が取れないので、まあ、それ検証なんで、もう誰もが許されるやつではないので、一回試しにちょっとこの方法を使ってみようっていうので、参考にしてみてはいかがでしょうか。ということで本日はほのぼののグレイルの紹介でございました。また次回の長い番組でお会いしましょう。キャババイバイちゃん、絶対に触ってんの、めっちゃ気持ちいいなと思ってくれやだ。低くなり響く音、透明なの。